これですね、記事。いや、むちゃくちゃいいじゃないですか。片足立ち1分で、ウォーキング約50分相当の筋トレ効果っていうことなんですけども、いや、これ本当ですかね。これだとすごくありがたいです。片足立ち1分だったらできそうじゃないですか、どんなとこでも。でも、ウォーキングを50分しようと思うと、なかなかね、大変なんですよね。いや、50分を確保するのが大変だと思うんですよ。私、時間結構ありますけど、それでもね、もう明るくなってきて、朝9時とか10時になったら、もうウォーキングやめようかなとか思っちゃいますからね。だから6時とか7時みたいな薄暗い時だったら、なんか結構やる気になるんですよ。で、なんか好きな音楽とか聴きながらね、やると、なかなかモチベーションも落ちないかなっていうところなんですけども。さあ、片足立ち、左右1分でウォーキング約50分相当の筋トレ効果を実現。血流を改善して筋力低下、認知症、脳梗塞の予防にってことでございます。片足立ちをすると、予防効果としてはむくみとか筋力低下とか認知症の予防、動脈硬化を避けることができて、血栓症や脳梗塞も、まあ、なかなかね、リスクが減るということですよね。これ早速やってみようかなと思うんですよ。まず、あなたは20秒以上で片足立ち立てますかって書いてますよね。いや、20秒だったらできるでしょうと思うんですけど、案外できなかったりするかもしれないですね。ちょっとやってみたいですね。私としてはね、1分ぐらいは左右でできるのかなと思いますし、ただこう、目をつぶってやるとできないですよね。まあ、目をつぶるとは書いてないんですけどもね。まあ、ここには、なんかいろいろね、ポンプ機能が低下してるんで脳が詰まりやすいよってこと。で、ウォーキング50分相当の筋トレ効果が期待できるんで、おすすめですよってことが書いてますよね。で、片足立ちエクササイズは習慣化しやすいって書いてますけども、これはわかりますね。だって、今すぐでもできるじゃないですか、片足立ち。で、台所で洗い物してる時でも、片足立ちしたりとかね。で、バス停で待ってる時とか、電車乗ってる時とか、あらゆるところで片足立ちってできますよね。これいいじゃないですか。で、片足立ちができないと脳卒中になりやすいって本当って書いてますけど、いや、ちょっとこれは怖いこと書いてくれますね。20秒以上できない人は小さな脳梗塞がどんどん起こっていると。あ、じゃあ、自己診断ができるってことですね。なんか、ポジティブに捉えたら。じゃあ、片足立ちを20秒できなかったら、あ、小さな脳梗塞が起きてるんだなと思って、まあ、脳ドックに行ったりするって選択肢もありますし、あ、結構1分超えてもできるじゃん、余裕じゃんと思ったら、まあ、脳が健全に動いてるっていうふうに考えることもできるのかなっていうところですね。いろいろわかるんですね。で、片足立ち20秒未満の人は、脳小血管疾患の発症リスクが激増なんで、皆さん早く、これ自己診断をした方がいいですよ。片足立ちをしてみて、20秒が一つの目安になります。なるほど。洛南拘束が2つ以上あった人のうち、34.5。洛南拘束って何だろう。先行きましょうか。で、もう結論なんですかね。片足立ち左右1分でウォーキング約50分相当の筋トレなんで、ちょっとやっていきたいですね。ロコモ。こういうのも調べていかないとね。片足立ちエクササイズで効率よく運動不足を解消というふうに書いてます。ここにね、厚生省のデータがありますんで、こちらも参考にしてみてください。75歳以上で20秒以上の片足立ちができる人は男性で38.1と女性で21。だいぶ減るんですね。まあ、なんかね、40代あたりから小さな脳梗塞ってたまに起きるっていうふうに聞いたこともあるんで、そうかもしれないですね。はい。あ、体幹トレーニング初級編、片足立ちってありますよね。あ、こういうふうに足を横に開いたり閉じたり前後に振ってみましょうってことなんで、ただ片足立ちするだけじゃなくて、その上でいろんな工夫があるってことなのかな。片足立ちだけ。結構やってみたくなりますね、これね。はい、今回はそんな感じでございます。